はい、どうもです。こんばんは。本日はデバフをまとめてきたので、こちら見ていきたいと思うんですけれども、まあ今ちょっとデバフの選手っていうのが少しずつ増えてはきているというところがあって、あとはコメントとかでもデバフ一覧みたいのをまとめてほしいですっていうような要望もありましたので、こちらやっていきたいなと思います。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。まあ、ただ前提としまして、デバフとしての絆を持ってるキャラっていうところが基本となります。まあ、なので、まあ、確かにヒューガ君マイナス 7% しますよとか、あの葵君マイナス 10% しますよとか、ナポレオン 10% しますよとかっていうのもあるんですけども、まあ、ハコシュナとかだったらマイナス 5% ですよね、日本選手に関しては。まあ、ただその辺のキャラクターってなかなか絆もないので、デッキの選択肢に入ってこないかなというところがあるので、そういったキャラクターは省いてます。まあ、あとは単純にね、キャラクター個々の力っていうのがもう今だいぶそこら辺は下がってしまってるので、まあ厳しいのかなというところですね。で、まあ今回まあこの表を作ってきたんですけれども、まあ簡単に表の解説からしておきます。まあキャラクターが左に書いてあって、まあその説明ですね、デバフの説明が書かれてます。で、そのキャラクターの絆ですね、あのまあ例えばカルツとかで言えば即日本ちょうど5人で 3% なんですけれども、あの 3% の絆がありますよと。で、デバフ効果としましてはマイナス 5% ですよといったような記載になってます。で、まああのまあ簡単に説明するんですけれども、合計値っていうところが一番重要なポイントになってくるかなと思います。で、この合計値がですね、高くないと、まあ高いキャラほど、まあ、デバフパとしての性能が高いといったような感じになるかなと思います。あの例えば絆森デッキっていうのは、まあ、絆が 4.5% のキャラクターとかで固めて、まあ、例えば今だと 49% とかが作れたりするわけですよね。で、まあ、そういったキャラクターっていうのは、まあ、合計値っていう考え方で言えば 4.5 なんですよね。で、この合計値が 4.5 を、まあ、少なくとも上回ってないと旨味っていうのはあんまり出てこないよという感じにはなってきます。で、まあ、結構デバフのキャラで絆 2% マイナス 3% っていうパターンがあるんですよね。で、合計値が 5% なので、 5% のキャラはもしかしたら、まあ、今後ちょっとあの旨味的には減ってくるかなと思いますので、まあ、5.5 から6、そしてまあそれ以上といったようなキャラクターを中心に、まあ、デバフパっていうのをまとめていけるといいのかなと思います。で、まあ、今回一覧をまあ一回さらって見ていくんですけども、あの自分のね、倉庫とかに眠ってるキャラで覚醒してなかったりすると、デバフ、まあ、パラメータダウンとかで相当しても出てこないと思うんですけど、まあ、そういったキャラクターがいればぜひ覚醒してみて、デバフパとかも考えてみていただけたらなというふうに思います。で、あの、まあ、一覧を見た後にですね、まあ、あのデッキの例みたいなのも紹介していこうかなと思いますので、まあ、そちらまでご覧ください。では早速いきたいと思います。まず合計値で相当してますので、合計値順に並んでます。で、一番デバフの性能として高いのはクラブのカルツですね、ドリコレカルツ、まあ、こちらが一番高くなってます。で、その次に来るのがブルーノ、まあ、この辺は有名どころなので皆さん覚醒とかは特に問題なくされてるかなと思うんですけれども、まあ、この辺はデバフパの筆頭になるのかなというところです。はい、まあ、ここからですね、合計値 6% 系が並んでくるんですけれども、まずあのブラジル勢ですね、アルベルト・ナトレーザっていうところ、まあ、この3周年に出たキャラクターなんですが、まあ、あの 6% あるので合計値としては。で、絆は 1% なんですよね。で、絆 1% なんですけど、合計値 6% あるので、まあ、強いんですけれども、まずアルベルトに関しては技属性の日本選手ちょうど3人いると相手チームのパラメータマイナス 5% っていう形になってます。で、今デバフを持ってる技属性の日本選手っていうのが石崎くんしかいないですので、まあ、この辺はちょっと組みづらいのかなというところです。まあ、あとは3周年のキャラなので、持ってないっていうね、もう取れないので持ってないっていうキャラ、まあ、あの人も多いのかなと。で、ナットレーザーに関しては技属性ちょうど5人なので、まあ、組める可能性はあるかなといったところです。まあ、ただ個々の能力としては非常に低いですので、まあ、この辺はご注意いただければなと思います。そしてラミレスですね、ウーゴくん。まあ、ウーゴくんに関してもよく見るキャラかなと思います。で、力属性3人以上いると相手チームのパラメータはマイナス 5%。まあ、非常に組みやすいんですよね。まあ、ただもうちょっと、まあ、個人能力としては低めかなと思います。まあ、若干あの穴になるかなと思われますね。で、その次に来るのがドリームガチャで出たレヴィン赤いというところですね。この辺はですね、個人技も強くて、で、合計値も 6% っていうことで非常に優秀かなと思われます。僕はね、赤いくんが取れなかったので、まあ、これが持ってればまた、あの、デバフパーの即日本とかっていうね、可能性もあったのかなというところではあるんですけども、はい。まあ、この辺はいいんじゃないかなと思います。
なので、まあ、今ちょっと合計値で相当しているので見ていくんですけども、あのドリームガチャで、ね、出た時は 2.5% のマイナス 3.5 って、ね、どういうことなんだっていうことではあったんですけど、まあまあ今見ればデバフパの一覧っていうのを作って見てみると、あの上位にはちゃんと来てるんだなというような感じです。で次にワールドユースのアルベルトですね。まあ、こちらワールドユース本戦の選手が3人以上いないといけないっていうところで、まあ、結構ワールドユースの本戦の縛りっていうのが、まあ、厳しいは厳しいんですよね。まあ、簡単に相当しちゃいますけど、まあ、レヴィン赤い、まあ、これを持ってる方であればアルベルト非常に相性がいいですね。あのこの2人もワールドユースなので非常に相性いいかなと思います。で、まあ、最近出た新田くんとか慈瞳くん、松山くんで、あとは白ブラジルとかが結構ワールドユースの選手なんですよね。で白ブラジルとかはもうあの今前やってましたけども今取れないですので、まあ、この辺今から狙うっていうのも難しいのかなと。で、まあ、シュナイダーとかも過去のキャラで今取れないですから、まあ、この辺は持ってた人はまあ使えるのかなという感じです。んなので結構あのワールドユースのアルベルトはアルベルト自体はと、まあ、持ってたり取れたりする方いると思うんですけど、意外とワールドユースでデバフバック組もうとした時にあのキャラ持ちの方じゃないと組めないっていうところがあるよという感じにはなってます。そしてフォンセカですね。はい、まあ、このフォンセカに関してもデバフパの筆頭としていろいろ活躍はしてたかなと思うんですけども、まあ、とにかくカタルーニャの選手っていうのが3人いないといけないので、カタルーニャの選手で唯一デバフ持ちなのがこのフォンセカっていう形になってます。まあ、なので、まあ、超フェスの翼とかあともう一人カタルーニャ入れていかないとあの発動しないですので、まあ、そういう意味だとデバフ性能はあの全体としては下がってくるのかなというところですね。はい、そしてトリコロールの3人衆、まあ、これはまあ強力ですよね。今でも 6% っていう、まあ、上位の合計値になっていて、うん、まあ、かつ、まあ、この3人がねそれぞれあのちゃんといれば全部発動しますから組みやすさも含めてかなりいいんじゃないかなというふうには思われます。であとは、絆として持ってるわけじゃないんですけれども、まあ、あの松山ロベルトですね、まあ、この辺も 6% キャラになってます。なので、まあ、あの選択肢に入れるのはありかなと思います。ただ、まあ、個人技っていうところで言うともう少し劣ってきてますので、まあ、この辺厳しいって感じる方も多いのかもしれないですね。はい、またこの2人併用することができないですので、その日本選手6人っていう絆と海外6人っていう絆なので、まあ、なかなか併用しづらいのでこの辺はあるかなと思います。はい、でここからが、まあ、最近の、まあ、常設キャラクターという感じなんですけども 5.5% 系ですね。 5.5% 系のキャラクターっていうのは最近のキャラになってます。まずはデレピーですね。こちら力属性の海外選手が3人以上いるとマイナス 3.5%、まあ、非常にあの優秀だと思います。 5.5% までは結構いいかなと僕は思ってます。でまあ、今最大の絆っていうのが 4.5% で、まあ、大体が 4% と 4.5% の組み合わせで、まあ、45% とか40%、まあ、最大 9% ぐらいまで組んでくるんですけれども、あのそれを 1% 上回っているという感じになります。なので例えば 5.5% 系のデバフ、まあ、合計値がですよ、合計値がまあバフとデバフを、まあ、合計した 5.5% 以上で、まあ、全て構成したと考えれば、まあ、それだけで 55% の合計値になるんですよね。でそうするとあの例えばバフ 45% っていうところとは 10% の差になってくるので、まあ、そういったような考え方になってます。まあ、あとはその 5.5% 以上の中にいかにこの 6% 系あとは 7% のブルーノであったり、まあ、カルツっていうところを混ぜ込んでいけるかっていうところがポイントになるかなと思います。でその次に行くのがヒューガですね。まあ、こちらも常設のキャラクターで、まあ、エスパダス、まあ、唯一キーパーで、まあ、唯一ではないんですけど、あの、まあ、5.5% 系でね、あの優秀なキーパーとしては唯一、はい、ライジング3選手としてエスパダスが来てます。なので、まああのまあ、デバフパっていうところには確実に必要なキャラかなというふうには思います。まあ、ここがですね、まあ、例えばミューラーとかだった場合は合計値としては 1% 下がるんですよね。 4.5 なのでミューラーが、まあ、そういったところの考え方になってくるかなと思います。でそして新田くんですね。まあ、こちら眠ってる方も多いと思うんですけども、まあ、眠ってたら覚醒させてみると、まあ、力属性の日本選手3人以上でマイナス 3% で合計値としては 5.5 ですね。で最近出たミカエル、そして石崎っていうところですかね。まあ、あとはタイガーボラン、まあ、この辺も、はい、あの常設のキャラクターで、まあ、直近で取れるものというところです。でミカエルは力属性の海外選手2人なので非常に乗せやすいというところ。
で、まあ、石崎くんは座属性の日本選手3人。ちょっと石崎くんはですね、技属性の日本選手っていうのがデバフ持ってるのが唯一まだ石崎くんだけっていうことになるので、ちょっとあの選択肢に入りづらいかなというところです。で、タイガーボラン、これは技属性の海外選手3人なんで OK ですね。で、その後高杉くんの J リーグ、これが 5.5% です。で、日本選手3人で相手チームのマイナス 3% で、まあ、絆としては 2.5 で、まあ、これは力属性が3人いるとっていう感じになってますね。で、オチャド、まあ、あのゴールデン23の選手が3人以上ということなんですけど、ゴールデン23の選手っていうのは意外と少なくって、あのデバフパっていうところだけで言うと意外と少なくて、まあ、オチャド含めると、あとボバングっていうことになってくるんですよね。なので、まあ、オチャド、ボバングを入れて、あともう一人ゴールデン23を入れないといけないというところです。なので、まあ、オールデバフ持ちっていう形では組めないですので、まあ、ここは注意が必要かなと思います。で、あとはドリッコレ・ジトーですね。力属性4人でマイナス 3%。で、松山くん、力属性3人で、まあ、力属性の日本選手3人でマイナス 3%。で、この辺からがもう 5% 系になってきます。なので、絆 4.5 のキャラと 0.5 しか変わらないので、あんまりうまみはないっていう感じになりますね。なので、まあ、4.5 に対して5なので、まあ、0.5 の違いっていうぐらいっていうところですね。なので、この辺のキャラはいかに少なくできるかっていうのがポイントになってくるかなと思います。で、あとはセナルド、白ブラですね。白ブラジル。そしてボバング。で、あとはシュナイダーですね。で、あとはマリエントス。まあ、これは常設のキャラクターです。で、石崎くんの中学生。まあ、これはドリコレ。で、アキレウスくんですね。アキレウスくんが、まあ、常設のキャラクター。これは海外選手3人の、まあ、デバフなんですけれども、絆としては即属性3人なので、まあ、結構組みづらいんですよね。で、海外選手5人のグランデ、そして中南米3人がいるとっていうところで、まあ、ドゥーゴ丸しようという感じです。まあ、この辺もマイナス 3% して、合計としては 5% と。あと今ドリコレのピックアップとしても出てるんですけど、トラムですね。クラブ選手が3人以上いると相手チームのパラメータはマイナス 3%。 で、あとはシュナイダー見すぎという感じになってきます。でもシュナイダー見すぎまで来ちゃうと、まあ、これ3周年のキャラクターなんですけど、合計値として 4% なんですよ。で、合計値 4% だと、もうあの絆 4% のキャラ入れても変わらないですので、まあ、ここはもう全然うまみがないですね。なので、はい、まあ、正直選択肢には入らないかなと思うんですけれども、一応、まあ、あの一覧には入れましたというところです。なので、まあ、少なくともこの 5% 以上のキャラクター、まあ、基本的には 5% のキャラなんですけども、あのそれを超えて 5.5 とか、まあ、あと 6% のキャラクターっていうところでいかに組めるかっていうのがポイントになってます。で、まあ、今紹介したのがですね、あの全ての絆のデバフのキャラクターというところにはなりますので、何か倉庫に眠ってるキャラクターがいましたら、ぜひ探してみていただければなと思います。で、自分の方でですね、デッキ例っていう形で 何個か組んできました。何個か組んできましたけれども、まあ、必ずしもちょっと絆のパズル難しいですので、まあ、正解だとは思わないっていうところと、まあ、あのここからいろいろアレンジして、まあ、各々でデッキ考えていただければなっていうようなところです。で、まあ、あのまず一つ目としては、まず僕が即日本っていうところがあるので、チムスキ即日本っていうのを使ってですね、まあ、絆29デバフマイナス34っていうのを作ってみました。で、これが合計値で言うと 63% になってまして、そうした場合に、例えば、まあ、今絆49とか48、まあ、48.5 とか、まあ、組めちゃうんですけども、その辺のデッキっていうのはガードがないんですよね、ほぼ。で、そういったところとの差っていうところで言うと、まあ、14-15% は差がついているので、もしあのそういうデッキと当たった場合は、このデッキだった場合は、あの、まあ、15% ぐらいのバフ差っていうので戦うことができるというところなんですよね。で、まあ、デッキ見ていくと、まあ、エスパラス君とかはもう 15% ぐらいバフ差があれば、あの相当止めてくれるだろうなとは思うんですけど、まあ、ちょっと石崎とか、まあ、高杉、この辺は不安ですよね。まあ、あとはあの葵くんがいないので、赤井くん入れててもっていうところのサポートがね、発動しないっていうのもあるんで、まあ、ちょっと無理やりあのカルツを入れて即日本で組んでみたっていうパターンだと、こんな感じかなと思いました。で、まあ、カルツがね、今最大だっていう話をしたんですけども、カルツ入りにするとどうしても即日本5人っていうのを求められまして、で、今のところあの即日本でデバフ効果を持ってるキャラクターっていうのがちょうど5人しかいないんですよ。赤井、松山、ヒューガー、そして石崎、美杉っていうところなんですよね。で、美杉はもう先ほど言いましたけど、あの
合計値が 4% なので、まあ、入れる価値ないよと。でそうすると4人しかいないっていうことになるんで、まあ、誰か1人補わなきゃいけないんですけども、その中でも最大なのがやっぱり即属性の、まあ、4周年の翼ですよね。こちらが 4.5 なので、まあ、それを入れているっていう形なんですが、まあ、そうするとですね、まあ、こんな感じの結構まあ、守備が不安なデッキになってしまったというところですね。まあ、とりあえず葵くんとか入れたいですよね。葵くんを入れて、まあ、技属性もう1人入れてっていうところをやると、まあ、今度カルツのクラブ4人とかが乗らなくなってみたいな感じになるんで、まあ、結構ね組みづらいんですよね。即日本でやると、まあ、こんな感じかなっていうところです。で、まあ、もう1パターン、まあ、もうあと2パターンあるんですけど、もう、まあ、その2個目のパターンとしましては、まあ、割と試合になるかなっていう、まあ、そんなに穴がないかなっていうところでイメージで組んできました。まあ、中心となるのはトリコロールですね。まあ、ディフェンスとしてはもちろんトリコロールが、まあ、マッチアップのポイントになってしまうというところはあるんですけれども、まあ、最新キャラのタイガーボランとかミカエル、まあ、この辺を入れてあげて、であとブルーノですね。まあ、この辺のブルーノとかトラムとかっていうのは別にそんなに弱く、まあ、グランデもそうなんですけど、そんなに弱くないですから、まあ、この辺のキャラクターで構成してあげても結構いいんじゃないかなというふうには思います。でこれで絆が 27% でデバフがマイナス 36% でチムスキは技海外の想定です。まあ、このような形で組んであげると合計値としてはやはり 63% ぐらいになって、まあ、49% のデッキと当たっても、まあ、14% の、バフ差っていうところで戦うことができるんですよね。で 14% バフ差あれば、まあデルピとかだったら抜くんじゃないですか、ミューラー。まあ、この辺はちょっと計算数値は出してないですけども、まあ、あとはレヴィン君とかもいますし、でタイガーボランとかミカエルとかもやはりよっぽどリバウルとか止めてくれるんじゃないかなというような印象ですね。でもう一パターン組んできました。まあ、こちらはどういう、まあ、テーマで組んでるかっていうと、まあ、常設キャラもしくは今取れるキャラみたいなところで組んでみました。でまあこれから始める方っていうところで、まあ、たまに小堂さんとかもデバフパーに向かえばまあ、常設キャラで揃うんじゃないのみたいなところは言ってると思うんですけども、確かにデバフパっていう構成だと今取れないキャラっていうのがあんまりないですので、まあ、その辺は結構選択肢に入れてもいいのかなというところです。でこれで絆 24.5 のデバフマイナス 37.5 っていう形になってます。で、まあ、一部ドリコレのキャラいるんですけど、カルツでこちらはチケットかなんかで選べる系のやつで取れたかなと思うのと、あとトラム、まあ、今ドリコレねピックアップになってるんで、まあ、そこは狙ってもらうとして、まあ他は全部常設のキャラクター、まあ、およびまあ優勝のキャラクターとかですかね、まあ、この辺で揃えることがまあできるっちゃできるのかなというところです。まあ、チムスキっていうところで言ってもエスパラスがいればこれで技海外 23% あとタイガーボランで技海外 22%あとは、まあ、例えばサリナスも20、まあ、サリナス、フェスサリナスとか持ってれば、技海外22ですし、まあ、茶とかですかね、フェスの茶とかいれば、この辺も22ですね。なので、あともどっか補えれば、まあ、67ぐらいまではチームスキも組めるのかなというようなところです。まあ、どうしても23、3つってなると、4周年でガチャしてないとっていう感じにはなってくるので、まあ、この辺は、うん、まあ、でも67までいければそれなりかなとは思うんですけどね。まあ、ちょっとこのオフェンスのマリエントス君に関してはキャラクターとして若干微妙なので、まあ、ここはですね絆の高いキャラだったり、まあ、あとは他の、まあ、例えばロベルトとかいたら、まあ、それはそれで、まあ、ロベルトもそんな強くはないんですけど、ロベルトの方が絆が 1% 優秀なので、まあ、こういうの入れていくとかっていうのがいいのかなと思います。はい、まあ、というわけで、まあ、今回一通りデバフパーっていうところの、まあデバフ絆を持っているキャラクターの一覧というところと、まあ、デッキの例みたいなところを見ていきました。うん、いかがですかね。眠ってるキャラクターいらっしゃいましたでしょうか。はい、まあ、もしこれを見てですね、このキャラクターたち実は持ってたから使ってみようかなとか、こういうデバフパー組めるんだけど組んでみようかなとかっていう、まあ、そんな感じで思っていただければはいいいなというふうには思います。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。